どうもこんにちは。今日はですね、またブックレビューをしていこうと思います。今日のテーマはこちらでございます。メンズのための暗算バイブル、大場奈々子さんの本を読んでみました。感想とかまとめをレビューしていこうと思います。ぶっちゃけうちはもう出産した後なので、これを読んだっていうのも、女性が男性向けてどういうことを書いてるのかっていうのが、単純に興味があったので、読んでみたんですけれども、まず読んだ感想なんですけれども、やはり、書いていらっしゃるのが女性の方なので、女性目線ですね。こういう男性というか、こういう夫だったらいいなという理想がかなり、色濃く出ていまして、これを男性が実際やっていくとなると、やっぱりちょっと大変かなというふうに思いました。で、本に書かれている内容自体はですね、女性の方、出産するご自身ですね、女性の方にとってはもうほとんど当たり前のことというか、それほど目新しいものはなかったんですけど、男性が、こういう過程で妊娠から出産をして、出産後こういう状態になるっていうことが分かるという意味ではですね、非常にコンパクトにまとめられてはいるんですけど、ポイントが抑えられているような印象がありますので、全体像を知る意味で読んでいただくっていうのは男性にはおすすめです。で、ただ女性がこれを読んで勉強するっていうのはあんまり意味はないかなと思います。ただ、うちの旦那に、こういう、スペシャルな男性、イクメンになってもらうための、教科書として無理やり読ませるっていうのは一つの手かとは思います。これを読んでおけばですね、ここに書かれている中の5割ぐらい、旦那がやってくれたらですね、かなり、妊婦であるあなたにとってはプラスになるんじゃないかなと思います。これ100できるような男性だったらもうかなりの大当たりだと思っていいんじゃないかなと思います。なので、男性が読まれるのは、おすすめですし、こういう旦那、今ちょっとこれはうちの旦那はそういうタイプじゃないな、イクメンになってくれるタイプじゃないなっていう、旦那さんをお持ちのあなたにとっては、こういうふうなのを読んでですね、読ませてですね、こういう考え方もあるんだよっていうのを理解させておくというのにも、いいんではないかなというふうに思います。では実際、内容の方に入っていこうと思いますけれども、結局女性が妊娠中だとか、出産、これ結局、なんであんな弱気なの？望んだ妊娠なのにとかですね、体に触れるの嫌に嫌がるようになった、もう女じゃないのとかですね、親になる実感が湧かないと言ったら不機嫌になられるとかですね、そういうなんか感情に、男性の感情に訴えかけるような、表題がもうずっと続きます。なのでなんとなく男性としてはなんか責められているというか、もうそんななんのっていう、なんか嫌な気分になる表題がたくさんあるので、読んでるのがちょっと、辛いというか、いう部分があります。ただ、実際書かれてる内容は、先ほど言ったように、そんなに、一般的なことが書かれているだけなので、で、最後の一番、その章、2ページで、見開き1ページですね。見開き1ページで1コマが終わるわけなんですけど、その後に、その見開きの文のまとめが書かれていて、こういう時に、おすすめのアクションプランとかですね、これであなたもモテ夫、おすすめフレーズだとかですね、そういう、端的に3つずつでまとめて、これさえ読んでいけば、内容がわかりますよっていうまとめがついているのは便利だと思いました。ちなみにですね、おすすめアクションプランとかっていう書かれてるので、ちょっと印象に残ったやつを書いてみる、伝え、
まあ、シェアしていくとですね、赤ちゃんが病気になったらどうしたらいいのかっていう題でですね、おすすめのアクションプランとしては、かかりつけ医とか、公立保育園の園員さんを、まあ、リサーチするとかですね、休日診療の窓口を調べたりとか、地元のネットワーク、まあこれは、いろんな保育ママ制度だとか、そういう、あとは、なんて言ったらいいんですかね、ベビーシッターさんだとかですね、そういうふうな人との、まあ、つながりなんかを作っていくっていうのが大事だとか、3歳までの発熱はしょっちゅうあるので、気楽に構えましょうとか、そういうふうに書かれています。で、まあ、ここはまあ一般的なんですけど、もう一つのいやらしい部分がですね、これであなたもモテおっとおすすめフレーズっていうので、女性にこういうことしたら怒られたんだけど、こういう時はこういうふうにした方がいいよっていうフレーズが書かれているんですけども、例えばですね、俺の世話は誰がしてくれるのっていう、まあ、一章があるわけなんですけども、それに対してのモテ夫おすすめフレーズがですね、俺ももっと君に甘えたいなとかですね、育児が落ち着いたらまた二人で出かけようよとか、子供が寝たら二人の時間が欲しいなとかって言えばいいなんていうことが書かれていて、かなりもう鬱陶しいです。で、これがあの、モテ夫フレーズとですね、おすすめアクションプランが交互ぐらいに出てくるので、この気持ち悪いのと当たり前のことが書かれているの連続で、ちょっと、まあ、アラフォーのおっさんにとってはちょっときつい本かなと思いますし、まあ、妊娠して、キラキラしてる間に、読ませておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、全体的な流れとしてはですね、やはり、まとめて書いてありますので、男性っていうのは、妊娠についての知識がかなり女性に比べると、もう雲泥の差というか、もう1対10ぐらいの差で、もう10分の1ぐらいしか知らないことが多いので、そういう意味で、読んでおくと、まあ、女性の3割から5割ぐらいの知識は、まあ、共有ができるんじゃないかなと思いますし、女性が、まあ、こういうことで悩んでいるんだなとか、こういうふうにされるのが嫌なんだなとか、こういうふうにしてもらうと嬉しいんだな、喜ぶんだなっていうことを理解できるという意味では、非常におすすめの本です。で、この著者のですね、大場奈々子さんも、バースコーディネーターっていう新たな分野を切り開かれているようなので、まあ、まあ本当にちょっと女性目線すぎるので、そこの部分はもうちょっと男性寄りになっていただければなとは思いますけれども、知識不足の男性にとっては、まあこれ、手元に置いといていただいても、罰当たらないと思いますし、一度10分でも15分でもいいので目を通していただくには、いい本じゃないかなというふうにお勧めができます。今日も最後までご覧になっていただきましたけれども、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。